本日は皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます国分市本町在住の金沢拓人と申します。本日は市民連合アット国分寺によって行われます、緊急事態条項改憲論と救助派遣、自衛隊明記論の何が問題か、その内容と危険性という題を題にして、日本体育大学憲法学をご専門されています清水雅彦さんを講師にお招きいたしまして、本日ご講演をしていただくこととなりました。どうぞ皆さんも最後までお聞きになって憲法について考える時間になればよろしいかなと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。携帯電話、スマートフォンなどの電源はお切りいただいて、ならないようにご配慮いただきますようよろしくお願いいたします。あとお手洗いはここのドアを出て左に曲がっていただくと階段がありまして、階段の手前は左に曲がりますとありますので、公園途中であっても適宜必要があればお立ちになって静かに戻っていただきたいと思います。よろしくお願いします。本日の予定ですけれども、まずはじめに共同代表からの挨拶、そして講演をいただきまして、その次に一旦休憩を挟みまして質疑応答の時間を取りたいと思います。で最後にまた共同の挨拶をいただきまして本日の予定とさせていただきます。ではまずはじめに市民連合アット国分寺共同代表の梓和之さんよりご挨拶いただきたいと思います。お願いいたします。市民連合共同代表の一人であります弁護士の梓和と申します。この集いの様子は、ネット配信もしております。また、全国に IWJ というインターネットメディアと NPJ という同じくメディアがネット動画でこれを報道をいたします。ですからこのご挨拶は会場の皆さんと共にお聞きになっている全国の皆さんにも向けてのご挨拶でございます。まず2022年新年明けまして良き年になりますようにおめでとうございます。寒さ厳しい中お集まりくださりありがとうございました。憲法学習会と銘打ちましてこの集いを持ちました。その精神は学ぶというところにあります。総選挙の結果を見てにわかに憲法を変えようという声が高まっていますが、一体何が目指されているのか、かなり大胆な言い方を申し上げますと、憲法問題というのは他の政治問題とは大いに違うところがある。法律の基本的な知識を改めて身につけなければならないと思います。基本的なところから講師にお迎えした清水雅彦さんにそれを解いてほしいという希望が出ております。戦争をさせない、国民が主人公の民主主義を守る、そのために与党に投票した人も含めてこの問題の真実を開けていく力をつけたいと思いました。本日お迎えした清水さんはお世辞ではございません、ちゃんと本当のことです。行動する憲法学者、批判精神と反骨に満ちた研究者であります。日本体育大学スポーツマネジメント学部の教授として、体に躍動感を持った若者たちに憲法とは何なのか基本から日々分かりやすく説いておられます。
行動の面では戦争に反対する専任委員会事務局長代行九条の会世話人として発言され、国会前官邸前に2015年の安保法制戦争法強行の時もダイナミックに駆けつけ呼びかけとアピールをたゆまず行ってこられた方です。今新しく憲法改正として前に出てきている問題の実際と危険性についてお話しいただきます。本日は清水さんの休場会見についての、解説本も後ろで販売しております。清水さんが前例を込めて打ち込んで書かれた情熱が伝わってくる素晴らしい本です。合わせてご紹介いたします。合わせて私の本も販売、させていただきます。その売上金の一部を主催団体に寄付させていただきます。繰り返しになりますけれども、学ぶということは真実を胸に刻むことでもあります。その中から何か一つ希望をつかむ、お一人お一人がつかむ機会にできればと思います。その希望を込めて若手の津村さん、金沢さんに司会を、お願いしてあります。よろしく、進行よろしくお願いいたします。ありがとうございました。金沢さん、ありがとうございました。それでは早速ですけれども、ちょっとご連絡ですが申し訳ありません。我々の方で準備していた YouTube の配信がどうも不調なようですので、急いで連絡を流して、NPJ と IWJ のやつで視聴していただけるように、そういうふうに連絡したいと思っています。すいません。はい、では、早速ですけれども、講師の清水正彦さんのお話を伺いたいと思います。清水さん、よろしくお願いします。これ IWJ だね。ああ、そうですね。なるほど。あ、これです。はい、皆さんこんにちは。日体大で憲法を教えている清水です。日体大では応援団部の部長を務めておりまして、毎年箱根駅伝の応援の応援に駆けつけているんですが、今年は応援自粛ということで、行くことがかなわず、ちょっと結果もちょっと残念な結果でしたけれども。マスク外していいということですので、外して話をしたいと思います。それでレジュメを用意しましたので、それを見ながら聞いていただければと思いますけれども、で与えられたテーマが緊急事態条項の改憲論と、あと九条加憲の問題点、プラス、まず最初に憲法の基本的な話をしてほしいと。まあ、いうリクエストがありましたので、それを入れました。で最後にこういう動きに対抗する、運動論について話をしていきたいと思います。で先ほど紹介がありましたが、今日後ろで、私の本も販売されてますので、書店で買うと1320円ですが、1000円で販売されておりますので、ぜひより詳しく、学びされたい方は購入していただければと思いますが、したがってあまりここでしゃべると本が売れなくなりますから、早くやりたいところでありますけれども、与えられた時間ちょっと70分と短いんですけれども、したがって、途中かなり省略することになると思いますけれども、このレジュメに従って進めていきたいと思います。でまず最初のところ初めに書きましたが、この団体では2017年に話をしております。でそこに書きましたように、その時にこの9条の自衛隊明記論についての話をしておりますので、
で今日もその内容が入っておりますが、17年に話をしている関係で、少し球場会見の部分は省略して進めていきたいと思います。じゃあそれでは関数字1のところですけれども、まず要望のあったテーマ、この憲法の基本的な話をしていきたいと思います。で、こういうところに集まられる皆さんであれば、こういう基本的な概念、当然ご存知かとは思いますが、念のため説明しておきますと、まず1の1の丸1ですが、でフランス革命などの市民革命前は、封建制社会ですけれども、で国王などが散々悪さをしてきて、それに耐えきれずに市民が立ち上がって革命を起こしていくわけですけれども、でいざ、その国家権力者を倒して、悩んだのは、これまで散々国家が悪さをしてきたから、国家をなくすという選択肢もあるわけですけれども、国家をなくすと無秩序になってしまうので、なくさざるをなくすことはできません。でしかし国家が悪さをしてきたわけですから、そこで国家は残すんだけれども、もう国家が悪さをしないために市民革命後に作ったのが憲法なんですね。でしたがって丸一のところにまず書きましたけども、封建制社会においては要するに力の強い者が支配者になりましたし、あるいはその神話をでっち上げて支配を正当化していった、いわゆる人の支配というものをやっていくわけですが、これを打倒した後の市民革命後の社会は、この憲法で国家権力を縛り、権力支配の正当化を与えるという形で、法の支配の社会に変わっていきます。で丸2のところですけれども、この市民革命の後に誕生した憲法ですが、英語ですとそこに書きましたコンスティテューションという単語を使います。これはコンスティテュートという動詞の名詞形でありまして、でコンスティテュートは組織する構成するという動詞になります。ですからその名詞形ですから、組織や構成という意味になるわけですけれども、もともとコンスティテューションに憲法という意味はありませんでした。で、しかし憲法を作ってこの単語を当てていくわけですけども、なぜコンスティテューションという単語を使ったかというと、これは、国家の組織構造を変えた方が憲法なので、この単語を使うことになったわけです。でしたがって憲法といった場合に、皆さんやはり人権規定すぐ思い浮かべると思いますが、例えばそのレジュメに書きましたように、それは日本国憲法の構成ですけれども、圧倒的多数はいわゆる組織構造を書いた統治規定という部分になるんですね。で人権規定はわずか一つだけ、第3章だけですし、例えばアメリカ合衆国憲法は最初作った時に人権規定はありませんでした。統治規定だけだったんですね。だからアメリカの憲法がまさに、本来の意味での憲法になるわけですけれども、ただ人権規定がやはりこうないと不十分だということで、後から修正条項という形でどんどん追加していくのがアメリカの憲法ですけれども、こういった形でまず憲法というのは基本は統治規定で、ですから基本的に憲法に書いた組織を認める、それ以外は基本的にダメですよ。そして憲法に書いたことはやっていいし、ダメだと書いてることは当然やっちゃいけないという形で、国家権力を縛るために作ったのが憲法になるわけです。でそういう歴史があるので、次の1の2の丸1の憲法の保障という概念ですけども、歴史的に国家権力がさまざまな人権侵害をしてきた、そういう経験がありますから、でそこで、国家権力が人権侵害しないように、あるいは国家権力を縛るために憲法を作ったわけですけれども、この憲法を無視するような、あるいは破壊するような行為をさせないために、憲法の保障という概念を導入していきます。
でそれでレジュメに書きましたけども、この憲法の保障っていうのは公権力が憲法を侵害するような場合に憲法規範の回復予防措置を取るためのものなんですね。じゃあ具体的にどういう方策を考えたか、まあ、日本国憲法の場合ですと、例えば98条に、憲法を自ら最高法規だと謳うことによってこれに反する法律や政府行為を認めないという立場に立っています。でただ宣言するだけだと不十分なので憲法81条の違憲審査制度、違憲審査権を裁判所に与えて憲法を守ろうとしてるんですね。あるいは実際に国家権力行使していくのは国家公務員ですから、こういう公務員を縛るために99条で公務員の憲法尊重擁護義務を課していきます。で憲法は国民が国家権力を縛るために作ったものなので、この99条に国民が入ってないのは当然のことなんですね。そして、国家権力肥大化させないために、3つに分け、お互いに、まあ、牽制、させる。そして96条公正憲法の技術と書きましたが、公正憲法とは何かと言いますと、これは憲法改正が法律改正より難しい憲法を公正憲法って言うんですね。で簡単な場合は難政憲法って言うんですけども、法律改正は基本的に国会の過半数で成立しますけれども、憲法改正は過半数ではなくて3分の2以上の賛成プラス国民投票で過半数の賛成がないと憲法改正はできません。だから憲法は最高法規ですから、法律みたいに簡単に変えられないようにこのような公正憲法という方式を採用し、多くの国でこの方式を採用しています。そして先ほど言いました違憲審査制ですけれども、これ歴史的には19世紀初頭にアメリカで誕生した制度なんですが、当時ヨーロッパにおいてはルソーの影響も強くて、やはり国民が選挙で選んだ議員は信用できるけれども、国民が選んだわけではない裁判所は信用できないという観点から、このアメリカ独特の制度に見向きもしなかったんですね、ヨーロッパの国は。でしかし20世紀以降、特に第二次世界大戦後、多くの国でこの違憲審査制度を導入しました。これなぜかと言いますと、これはやはりナチスの経験が大きくて、でナチスはいろんな謀略事件も起こしましたけれども、形式的には選挙で、政権を取っていった。で民衆に支持されて政権を取っていった。でその後に、ユダヤ人の虐殺や、まあ、戦争をしていくわけですけれども、ナチスの経験で人類が学んだのは、多数派は常に正しいわけではないってことなんですね。でこういう多数派が暴走した場合に是正するために、このアメリカの制度に注目し、ヨーロッパそして日本でもこの違憲審査制度を導入していくわけです。で次の ② の憲法の改正ですけれども、96条の規定はそこに書いた通りになります。でそしてこの手続きさえ踏めばどんな憲法の改正もできるかというと、そうではありません。憲法改正には限界があります。それはやはり憲法改正っていうのは今ある憲法の枠内で条文を修正したり追加したり削除する行為であって、これに対して憲法制定という場合は今ある憲法をなくした上で新しい憲法を作るわけですから、こういう憲法制定と憲法改正は違いますので、したがって憲法改正といった場合には当然これは限界があるんですね。でじゃあ具体的に何が限界かと言いますと、一つは改正手続き、これはあんまり簡単にしてはいけないと議論されていますし、あとは基本原理、さすがに例えばネオナチ的な政党が、まあ、国会で過半数を、まあ、3分の2以上を占めて、ね、で、再び日本を天皇主権に戻すとか、
あるいは外国人、女性、障害者、差別してもいいんだという人権規定を導入するとか、まあ、こういう憲法改正は数の力でやったとしてもそれは限界を超えるからできないというふうに考えております。次の 1-3 法の支配と立憲主義という項目ですけれども、でもともと今はこの法治主義と法の支配っていう概念は、まあ、割と同じような意味で使われる場合が多いんですけれども、もともとこれ違う概念でありまして、で法治主義はそこに書きましたように、まあ、典型的には戦前のドイツや日本がそうですけれども、法の中身に関係なくとにかく法は守んなければいけない、悪法も法なりという考え方が法治主義になります。これに対して、法は正義にかなっていなければならないから、正義にかなっていない法は無効にしなければいけないし、例えば裁判所が無効にしなければ、まあ、最後の最後は市民が法を無視する破ってもいいと考えるのが法の支配の考え方であって、だから例えば、フランス革命などの市民革命が正当化されるのは法の支配の観点に立っているからです。すなわち国王を批判したり国王を殺すというようなことは、これは当然反逆罪とか国家転覆罪になるわけですけれども、そもそも国王が正義にかなっていない政治をしていたわけだから市民が立ち上がった、でそういう国王を権力の座から引きずり下ろすのはこれは正しいことであって、でそういう反逆罪とか国家転覆罪は当然適用されない、というふうに考えるわけです。で戦前の日本は法治主義だったわけですけども、憲法に違憲審査制が導入された通り、戦後の日本は法の支配の社会に変わりました。でしかし、日本は市民革命経験してないってこともありまして、結構多くの人が漠然と法は守んなければいけないと思い込んでいるわけですけれども、戦後の日本はそうではなくて、やはりこう市民一人一人が国会で法律を作ったけれども、この法律は正しい法かどうか、これやはり考えながら行動しなければいけないわけです。まあ、具体例などを述べたいところですが、ちょっと時間がありませんので、省略しますけれども、でもう一つの概念、丸二の民主主義と立憲主義ですけれども、で、通常はやはりこう民主主義的に物事を決めていかなければいけないんですが、先ほどのこの法治主義と法の支配の関係は時に民主主義と立憲主義の関係にも当てはまるわけで、で、単なる多数決、主義であるとやはりナチスのようなことが起こってしまうんですね。ですから通常はやはり民主主義的な決定をするわけですけれども、その民主主義決定が間違う場合があるわけです。でその場合には立憲主義で是正しなければいけないと考えておりまして、でしたがって立憲主義といった場合に、市民革命後の近代立憲主義というのは、国王などの国家権力を縛るということが目的だったんですが、この20世紀以降の現代立憲主義の場合は多数派の暴走、多数派が間違った場合に、それを是正するという発想が入ってくるんですね。まあ、先ほども言いましたように、だから日本の国会の多数決原理で法律を決めるってことがあったとしても、でしかしその多数派の考え方が、必ず正しいかどうかそれは分からないわけであって、で憲法の観点から間違ってるっていう判断、すれば、これは本来は、裁判所が違憲判決を出さなければいけない。で裁判所が機能しなければ、これはやはり市民が時に法律に対する服従も認めるっていうのが、この法の支配とかあるいは立憲主義という考え方になるわけです。ですから、まあ、橋本徹さんが典型ですけれども、51対49でも51で勝った方に白紙委任されるんだっていうことをよく言っていますけれども、やはり弁護士の割にはこういう概念がちゃんと分かってないというか勉強不足だと思いますけれども、今はそういう単純多数決主義に日本は立ってません。
で、多数派の暴走、民主主義的決定が誤った場合は立憲主義の観点から是正しなければいけないというふうに、考えております。じゃあそれでは、まあ、以上のまあ基本的な概念を踏まえて与えられた2つのテーマ見ていきたいと思いますけれども、まず緊急事態条項になります。で 2-1 に2012年に自民党が全面的な改憲案を発表し、2005年にも全面的な改憲案を発表しているんですが、この2005年の時にはなかった緊急事態条項が12年の改憲案には入ってきました。これは具体的には、東日本大震災を受けて、中山太郎さんが先頭に立って憲法に緊急事態条項を入れないと、震災対応は十分できないという議論を展開し、その影響を受けて自民党が改憲案にこの緊急事態条項を入れたんですね。これも時間もありませんから一つ一つ細かく読み上げたりはしませんけれども、 2-1 の丸1のところに条文は入れておきました。で一応この12年の案では単にその戦争だけではなく内乱とか大規模な自然災害にも対応するという形をとっていて、こういう時に緊急事態宣言を内閣が出し、内閣が法律と同一の効力を有する政令を制定できるとしてるんですね。で政令というのはこれ内閣が出す法令、作る法令であって、すなわち国会、とは無関係に内閣の判断一つで出せる、この政令に法律と同じ効力を持たせるという、まさにナチスが、やったことを日本でもこう再現しかねないような提案を12年に自民党が行っているわけです。で今少し問題点話しましたが、 2-1 の丸2のところに問題点入れておきました。で、やはりこれ怖いのはその他にいろんな内容が入ってきてしまいますし、あと首相の権限が強化されてしまうんですね。国会がほとんど無意味化されてしまいます。そして簡単に人権も制限されるという危険性があるわけです。でこのあと2018年に自民党が4項目の改憲案を条文形式でまとめていきますけれども、この4項目の一つが緊急事態条項になりまして、この 2-2 の1のところに条文案を挙げておきました。で12年改憲案と違って、でその外部からの武力攻撃とか内乱等による社会秩序の、問題混乱とかですね、そういう文言がなくなって、その地震等の大規模な災害という表現に変わっていくんですね。でそこでマスコミなどは12年改憲案と違って、この18年改憲案はその自然災害に限定した緊急事態条項だという報道をするマスコミなんかがありましたけれども、これはやはりそうではないんですね。2-2 のところに問題点書きましたけれども、この緊急事態条項の議論自民党が行う理由としては、そういう大規模な災害等で選挙ができなくなるかもしれないから国会議員の任期延長をするということをやってきたわけですけれども、ただこの議論に対してはレジュメに書きましたように日本は任期の異なる任制を取っておりまして、で特に参議院には解散がないし半数改選ですし、仮に衆議院が解散された後衆議院が存在しない場合も参議院の緊急集会の規定があるので、衆参両院の国会議員全員がこう任期を越すような事態っていうのはほとんどこれ想定できないだろうとは思います。そして12年改憲案と同様この18年改憲案もいわゆる政令政治になる可能性がありますし、今もレジュメの3ページ目の方ですね。
あとそのマスコミなど のちょっと認識不足なのは、この大規模な災害のところに、実は有事法制の一つ、国民保護法には武力攻撃災害という概念がありますから、これは入ってくるんですよね、この自民党案の書き方だと。そうするとこの18年改憲案というのは自然災害に限定した改憲案ではなくて、これも有事に対応できる改憲案だということで、それはやはり見逃してはいけないというふうに思います。では3のところ、緊急事態条項、これ別の表現を取ると国家緊急権と言いますけれども、これを容認する事例を見ていきますと、まず3-1、諸外国の場合ですが、例えばイギリスについては、イギリスはそもそも条文形式の憲法がありませんので、憲法に緊急事態条項があるわけがなくて、イギリスは法律で対応します。で、アメリカですけれども、アメリカの憲法には緊急事態条項はありません。で、一方で緊急事態条項がある国、例えばドイツ、フランスですけれども、ドイツは先ほど言いましたナチスがこのワイマール憲法にあった非常事態権限を乱用、悪用した経験があるの で西ドイツのボン基本法に緊急事態条項が入ってきたのは68年の段階に過ぎませんし、で自民党案と違って内閣だけで出せるという仕組みにはしておりませんで、例えば防衛事態認定は連邦議会が行いますし、憲法裁判所の統制も置いているんですね。やはりこれナスの反省からこのような統制規定を置いております。じゃあフランスの場合ですけれども、でフランスは58年の憲法に入ってきましたが、これ発動したのは61年のアルジェリア危機の時だけであって、その後発動してません。やはり憲法の緊急事態条項を発動するのは非常にやはり危険だということで、その後発動には慎重な姿勢をとっています。だからその後のテロ事件においても、今回のコロナ対応でも憲法の緊急事態条項は発動していないわけです。次の2、戦前の日本にはこの緊急事態条項ありました。そこに挙げたものですけれども、特にやはり問題なのは緊急勅令 で例えばこの緊急勅令で、行政改憲というものを敷きましたし、帝国議会が治安維持法改正、これ成立しなかったときに緊急勅令でこの法律の改正をやるというようなことをやったんですね。で次の4、日本国憲法の場合ですけども、でやはり大日本帝国憲法にはこういう緊急事態条項があったのに、日本国憲法にないのは、これはやはり戦前の反省からあえて沈黙していると考えております。でそして学会でも明記されていませんので、いわゆるその国家緊急権、日本国憲法は認められないというふうに考えております。で一方で4-2ですけれども、例えば憲法には何もないかというとそうじゃなくて、参議院の緊急集会の規定がありますし、で帝国議会で、新憲法の制定の議論をしているときに、議員からこういう緊急事態に対応する規定が必要なんじゃないかと、いう質問が出たのに対して、担当大臣はやはりこう戦前の経験からそれにはこう慎重姿勢を示したのと、あとは参議院の緊急集会の規定があるから別に新たにそれ以外入れる必要はないという答弁をしています。そして各事態に対応する法律が用意されています。で私は救助の観点から自衛隊法とか有事法制については批判的な立場ではありますけれども、その議論は脇に置いて考えても、法律でいろいろ整備されているわけですから、だから改憲派が緊急事態条項が必要だというのであれば、こ
こういう既存の法律のどこが不十分なのかっていう議論をちゃんとやらなければいけないと思いますけれども、そういう議論は見られません。でまとめのところですけれども、このコロナの後に、自民党などからこのコロナ対応のために緊急事態条項が必要なんだという議論をしている人がいますけれども、先ほど言いましたようにイギリスにはそもそも憲法がありませんし、アメリカ憲法に緊急事態条項がない。でドイツ、フランスも憲法の緊急事態条項をコロナ対応で発動してません。多くの国でコロナ対応は法律でやってるわけであって、だから憲法に緊急事態条項があればコロナ対応できるっていうのは、これは本当にひどい議論です。でこういう議論はやはりきちんと批判していかなければいけないというふうには思います。では関数字3の9条改憲の問題ですが、これは先ほど言いましたように、2017年の時に一度話をしていますから、若干重複するところもありますけれども、17年に話をしなかった部分などを含めて、もう一度簡単に見ていきたいと思いますが、3の1の丸1ですね。これ先ほど言いましたように、2005年、2012年に自民党が全面的な改憲案を出しておりまして、でここで9条改憲の提案をしています。でちょっと横道にそれますが、岸田さんについて宏池会の人間だから、あの人はハト派だろうとか、ハト派なのになんでタカ派的なことを言うんだとか、あるいはその岸田さんに期待する議論がありますけれども、私は自民党はかなりこう高齢な人たちは別としても、自民党のやはりこう中心部分は宏池会自体もかなりもう変わってきたというふうに考えておりまして、例えばこの2012年の自民党の改憲案、これかなり天皇を元首にするなど復古色を前面に出した改憲案なんですけども、この12年改憲案の時の自民党総裁が谷垣さんなんですよね。で谷垣さんは1980年代の国家秘密法案、自民党が議員立法として出したあの法案に対して、実名で中央公論に国家秘密法案は問題だという、そういう批判の論文原稿を出したんですよね。だから谷垣さんはやはりかつては非常にこうリベラルな方だと私も考えておりましたけれども、そういう谷垣さんが自民党総裁の時にこの12年の改憲案、復古色前面に出した改憲案を出しているように、私はもう自民党の宏池会も、かなり以前の宏池会とは違うというふうに考えておりまして、この12年の段階でこうですから、したがって、岸田さんについては私はあまりこう期待はしない方がいい、宏池会自体はもうかなり変わってきてるんだというふうに認識すべきだというふうに思っております。で、あと3の1の丸2のところに書いたものは、これ17年の講演の時に細かく列挙したので今回は省きますけれども、改憲勢力はやはり特に9条2項が邪魔なので変えたいと考えてたんですね。9条2項は正面から戦力を否定してますから、ということは自衛隊は9条2項がある以上は、軍隊になることはできないんですね。でそこでその9条2項を中心に変えたいという提案がかなりたくさん戦後出てくる一方で、9条2項を維持するような改憲案は、非常に少数派の改憲案だったわけです。これは17年の時に、詳しく紹介しました。で、で2の9条解釈と9条の意義ですけれども、これも17年の時に話した内容ですので、ここではまあ詳しく展開はしませんが、やはり歴史的な捉え方をすべきだというのが私の立場 で憲法9条をこう突然変異的に出てきたものと捉えるんじゃなくて、この特に2の丸4に書いた戦争違法化の中で出てきた規定だと捉えるべきだという立場に立っています。ですなわち、
20世紀は戦争ばっかりしていたので戦争の世紀という言い方をしますけれども、一方で人類も愚かではありませんから、まあ、少しでも戦争を規制しようという努力をしてきたのが20世紀の取り組みであって、でそれは例えば国際連盟規約で、侵略戦争を制限し、不戦条約で侵略戦争を放棄していきます。まあ、さらに第二次世界大戦後の国連憲章では、まあ、括弧付きの自衛戦争も制限しているとすれば、次に出てくるのは括弧付きの自衛戦争の放棄であって、これ9条1項でそもそも自衛戦争をも放棄したと考えれば、憲法9条は戦争違法化の最先端に位置づけることができるわけです。でレジュメの5ページ目の3の、じゃあこの自民党の4項目改憲案の中のこの9条加憲論について見ていきますが、これは17年の講演の時にはまだ出ていませんでしたから、その時にはしなかった部分がこの丸1の部分ですね、丸1の部分になります。で18年に自民党が条文形式 でまとめました。丸1に挙げた通りなんですけども、じゃあこの条文をどういうふうに、解釈していくのかってことなんですが、それがまあ3の丸2のところですけれども、まずこの条文案は非常に巧妙に作られています。でこれは自民党の憲法改正推進本部の会議に、衆議院参議院の法制局や憲法審査会の事務局の役職者が出席しアドバイスをしてるんですね。だから内閣法制局と違って議員法制局の場合は与野党問わず国会議員から依頼されれば協力しなければいけないので協力するわけですけれども、まあ、こういう専門家が条文案を作る際にアドバイスをしているので、まあ、なかなか法律の勉強を普段して、おられないと、このどういうふうに読み込んでいくのかというのは難しい書き方になっています。じゃあ問題点は何かというと、9条の2の1項で、自衛隊ってものをその3の丸2のところに書きましたように、自衛隊法3条では自衛隊は、国の安全を保つための組織にしているわけですけれども、国だけじゃなく国民の安全を保つための組織にするわけです。ただこの考え方自体は2005年2012年の改憲案と同様なんですけれども、この国民の安全を保つための組織にすることの意味は何かというと、国の安全を保つための組織であれば基本的に自衛隊の活動は原則として国内に限定されるわけですが、国民の安全を保つための組織に変わるってことは海外にいる国民の安全を保つためにその自衛隊を海外派兵しやすくするという効果があるわけです。そして自衛隊については必要な自衛の措置を取るというふうに書くわけですけれども、これ2012年の改憲案を説明する Q&A では自民党がこの自衛の措置という表現を使う場合はこの自衛の中には個別的自衛権だけじゃなく集団的自衛権も含まれるという説明をしています。で自民党憲法改正推進本部の資料でもこの必要な自衛の措置の後に括弧で自衛権、単にこう自衛権と書くんですけれども、自民党がこれ単に自衛権という場合には集団的自衛権が含まれますから、この必要な自衛の措置という表現の中に集団的自衛権が当然入ってくるんですね。しかも2015年制定の戦争法、いわゆる安保法制の場合は限定的な集団的自衛権行使を認めるものでしたが、この9条の2の1項のこの書き方は限定はしてないんですね。フルスペックの集団的自衛権行使がこれによって可能になるという書き方になっています。でそして前条の規定は妨げずという表現ですけれども、これについても自民党憲法改正推進本部の資料を読んでいくと、
こういう表現を使うと9条2項の例外規定という解釈が可能になるという説明するんですね。だから9条2項は残すんですけれども、9条2項は残っても、2項とは違うことができますよという意味がこの表現によって生まれてくるわけです。そしてあと自衛隊については、あの内閣の首相たる内閣総理大臣、を最高の指揮監督者とするとなるんですが、これもレジュメに書きました通り、自衛隊法7条では、内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高指揮監督権を有するとしてるんですね。これは憲法や内閣法の規定に対応したもので、この内閣を代表してという表現を使う場合はこれ閣議決定を前提にしているわけですけれども、この代表してという言葉をやめて、首長たるという表現を使うということはもう閣議決定は前提にしない、内閣総理大臣の判断一つで自衛隊を出せるという意味が生まれてくるわけです。そして9条の2の2項で、自衛隊の行動は国会の承認その他の統制に服するとありますけれども、これ事前承認にしていませんから別に事後承認でいいってことですし、さらにこのその他の中に何が入ってくるか分かりませんから、これほとんど統制規定としては意味がないということになります。したがって、この18年の改憲案、この条文案、どういうふうに読めるかというと、もしこの改憲が成立すれば内閣総理大臣の判断一つで、自衛隊をそのしかも、フルスペックの集団的自衛権行使ができる自衛隊を、自由に海外に出せる、そういう改憲案であって、当時安倍首相はただ自衛隊を書くだけであって何も変わりませんよと言いましたけども、それは全くの嘘になります。じゃあ次の丸3の9条加憲の意味ですが、これは最初の3項目は17年の講演の時に挙げておきました。したがって簡単に済ませますけれども、でやはり今の9条の構成からすると常に自衛隊違憲論があるわけであって、私たち憲法の専門家の多数派は自衛隊違憲の立場に立っています。でこういう議論があるから野党議員や国会が政府に対して専門家が違憲と言ってるけれどもどうなんだという追及をするの でそこで政府としては自衛隊が憲法違反にならないような回答をしなければいけない、すなわち自衛隊というのは9条で禁止されている戦力じゃないんですよと、戦力じゃないから、すなわち各国のような軍隊じゃないから、他国の軍隊と違って専守防衛に徹するし集団的自衛権行使はできないし海外派兵もできませんよという、そういう説明責任が常に生じたわけですけれども、自衛隊を明記すればこういう違憲論がなくなる、歯止めがなくなるわけです。そして先ほど言いましたように9条2項自体は残るんですけれども、妨げずという表現を取ることによって9条2項が空文化、私文化していきます。そして今の9条の下で全国25箇所で安保法制違憲訴訟というものが行われてますけれども、この改憲によってこの戦争法も正当化されちゃうし、戦争法はさっき言ったように限定的な集団的自衛権行使しか認めないわけですけれども、憲法の方がフルスペックの集団的自衛権行使を認めてるわけですから、当然自民党としては戦争法をまた改正してフルスペックの集団的自衛権行使ができるような体制にしていく可能性があります。でさらにあと2つの項目は17年の時に書かなかった項目ですけれども、9条にやはり自衛隊を書けば自衛隊に公共性が生まれるの で、自衛隊のいろんなこう取り組みがさらにこう拍車がかかっていきますし、いきます。でちょっとまあ議論があると思うのは徴兵制の問題で、この18年の改憲案が成立した場合に徴兵制も合憲になるんだという議論がありますけれども、
で私はこれについては否定的な立場 で今の政府も言うように憲法18条が意に反する区域からの自由を保障していますから、だから18条を変えないとこの9条だけでは徴兵制は私は難しいと思いますし、でさらに戦争の実態から見た場合に、今後の戦争は、日本がその中心的なこう戦場となるような総力戦ではない、わけです。で今の自衛隊二十数万の部隊ですけれども、例えばもし、2年間の男女徴兵制導入したら一気に自衛隊員200万人確保できるんですよね。で、1年間男子だけとしても50万人の自衛隊員を確保できるわけですけれども、で現状から考えて、その1年間男子だけの徴兵制を導入したとしても一気に50万人の隊員を確保できる、そこまではさすがに今の日本は必要としてませんから、だから私自身は今政府としては、政府というか自民党としては、徴兵制まではやろうとは考えていないので、で、この9条改憲によって徴兵制が合憲になる、次は徴兵制だという反対の仕方は私はちょっとこれは過剰なというか煽るような反対論になってしまうと考えておりまして、そういう議論には批判的な立場に当たっております。じゃあそれでは次の4番目の9条の平和主義の意義ですけれども、これも17年の時にやりましたので、簡単に済ませますけれども、でやはり今、この間の安倍菅そして岸田政権が向かっているのは欧米のような憲法で、軍隊を持ち戦争することが認められている普通の国になろうとしているわけですけれども、で先ほど言いましたように戦争違法化の歴史からすると日本は平和の観点では最先端を行く優等国なわけですから、わざわざレベルダウンして優等国が普通の国になる必要はありませんし、世界にはすでに26の軍隊のない国家があるわけですから、私は憲法通り日本は27カ国目の軍隊のない国家を目指すべきだというふうに考えています。そして4の丸に安倍首相は積極的平和主義という表現を使っていましたが、この間の平和学憲法学で議論されてきたのは消極的平和と積極的平和という概念であって、消極的平和は何かをしないことによって得られる平和という考え方、これまさに、戦争をしない軍隊を持たないという9条の立場になります。さらに憲法の平和主義には積極的平和の考え方があって、でこれは何かをすることによって得られる平和と考えるわけですけれども、これはまさに憲法全文の下線を引いた専制、隷従、圧迫、偏強、恐怖、欠乏という単に物理的暴力に限らない、貧困などの構造的暴力もなくそうという立場に立っているのが、憲法の全文の立場であって、でいわゆる平和的生存権もこの主語は日本国民じゃない、すなわち日本国民さえ平和と貧困のない状態で暮らせばいいという一国平和主義ではなくて、で世界から、戦争と貧困をなくそうという観点に立っているのが、日本国憲法の立場であって、でついついその平和主義というと9条が注目されるわけですけれども、やはり私は平和主義といった場合にこの9条だけじゃなく憲法全文の平和主義も注目していかなければいけないというふうに考えています。ただ12年改憲案では全文のこの部分は全部削除ですから、絶対にこういう改憲は認めてはいけないというふうに考えます。で以上が緊急事態条項と9条改憲の問題になります。でじゃ あこういう改憲を止めていくためにどういう対抗論があるのかというのが、この関数字4のところになるわけですけれども、で17年の講演の時にはこの部分は簡単非常にこう簡単にしかやりませんでした。でそこで詳しくレジュメにまとめておきましたけども、でこれに従って説明しますと、この間の共闘をよく市民と野党の共闘といいますけれども、
私は労組と市民と野党の共闘だというふうに言ってきています。これはなぜかというと、やはり、2014年12月結成の、総括行動実行委員会の結成が非常に大きかったと思うんですが、10年12月に、この総括行動実行委員会を結成したのはレジュメに書いた3団体なんですね。で、選任会は、日教組自治労などから構成される平和フォーラムが中心になって作った戦争させない選任会がまず一つ目。二つ目は、毎年5月3日、日比谷公会堂で社協のトップを呼んで憲法集会やってきた、高田健さんたち、その市民団体、から構成される九条コアスナ実行委員会。で、三つ目が共産党や全労連などから構成されるいわゆる憲法共同センター。この3団体によって2014年12月に結成されたのが総括行動実行委員会であります。で、その後も、15年には市民連合、17年には全国市民アクションが結成され、この間、救助の会は他団体と一緒に行動してこなかったんですが、この全国市民アクションに救助の会も加わることによって、救助の会も他団体と一緒に行動するようになったという形で、どんどんその運動が広がってきたというのがこの間の流れです。で、とりわけやはり総括行動実行委員会の結成が大きかったと思うんですけれども、で、これは4の成果課題のところに書きましたように、やはりこれ何といっても連合所属労組と全労連所属労組の統一行動が実現したんですよね。で、残念ながら80年代末に連合が誕生して、で、全労協全労連と労働運動が分裂し、その後の労働運動平和運動も分裂したままだったわけですけれども、これがまた一緒に運動できるようになったわけです。で、私はその平和フォーラムに頼まれて、この戦争させない選任会に加わることになりました。で、事務局長代行という役職に就くんですけれども、で、私は当初から平和フォーラムに、要求したのは、全労連、憲法共同センターなどと一緒に行動してほしいということです。で、そうすると平和フォーラムの対応は、今一緒に行動すると向こうに主導権取られるからそれはできないっていう答えだったり、あるいはその14年3月選任会の初めての会議の時に、で、毎回平和フォーラムがレジュメを作るんですけども、それを見ると選任会は非代々木系の平和組織を目指すと書いてあったので、私からはこの非代々木とか代々木という行為表現やめてくれませんかと頼んだんですね。で、それで私自身は特定の党派に属したことはありませんが、大学1年生の時から赤旗と社会進歩を取っておりまして、私は昔から社協共闘の立場に立っておりましたので、で、それで平和フォーラムに対しても共闘を呼びかけたんですけれども、で、私が何度も言うもんだから、しまいには平和フォーラムサイドから清水は共産党の回しもんじゃないかと疑われるまでになるわけですけれども、しかしその後やはり、平和フォーラムサイドの認識が変わっていくんですね。で、すなわち自分たちだけで運動していても安倍政権に対抗できないというふうな認識に達するのと、あとは、都道府県単位で選任会ができてきたということもあります。で、そこで14年6月7月の閣議決定を前にして選任会と九条コアスナ実行委員会の共闘が成立し、議員会館前 などでの統一行動が取り組まれるようになります。で、さらにこの2団体の統一行動に、14年の9月そして11月に、憲法共同センターが連帯して参加していくんですね。で、そうすると今度は平和フォーラムの中で、例えば自治労であれば、なんで自治労連と一緒にやんなきゃいけないんだと、日教組であればなんで全協と一緒にやんなきゃいけないんだという議論が出てくるの で、これを平和フォーラム そのトップである自治労出身の福山慎吾さんや、日教組出身の藤本康成さんが
それぞれの組織を説得していくわけです。で、まあ、そういう積み重ねの上で、14年12月に、この画期的な総分かり行動実行委員会が結成されるわけです。で、この効果は丸4の2つ目に書きましたけれども、これまで、中央の憲法集会っていうのは、日比谷公会堂の集会と平和フォーラムの独自集会とで分裂していたわけですけれども、総分かり行動実行委員会ができたので15年5月3日から統一行動が実現するんですね。で、統一行動が集会が実現することによって、で、従来まあ共産社民、国会議員、まあ一緒に参加するってことはよくあったんですが、さらに民主党の国会議員がこの集会に参加するんですね。で、しかし15年5月3日のこの集会の時、国会議員の皆さんの発言が終わった後に皆さんで手をつなぐ時に、共産党の C さんが民主党の長妻さんに手を差し伸べたのに長妻さん手をつながなかったんですよね。あるいは15年5月に、法律家団体と民主党の枝野幹事長と意見交換した時に、私からは、毎週木曜日に総分かり行動実行委員会の議員会会館前行動っていうのを始めたので、まあ、ぜひ民主党の国会議員にも参加してほしいと枝野さんに要請したところ、枝野さんっていうのは非常に素直で正直な方で、あれはうるさくて迷惑だって言うんですよね。で、しかしその後長妻さんも枝野さんもやはり認識を変えて、こういう総分かりの活動に参加するようになった。で、やはり単に市民団体が共闘しただけじゃなく、労組が共闘したことによって、で、共産社民以外に民主党も参加できるという状況を作り出していったわけです。で、さらにこの3団体、が統一したことは、組織されてない市民学生労働者は分裂していたらどの集会に参加していいか迷ってしまうわけですけれども、一緒になったので参加しやすくなった。で、その結果が例えば2015年8月30日の国会周辺12万人集まるような、抗議行動の成功につながっていくわけです。で、ただし、まあ、中央はこういう形で14年12月に統一に踏み切るわけですけれども、地域によってはそれぞれの事情があって、状況が違います。まあ、例えば1都3県で言った場合に、まあ、この1都3県に限らず、まあ、全国的にもかなり先頭を走っているのが埼玉なんですよね。で、オール埼玉行動は何といっても、あの連合埼玉と再労連が共闘してるんですね。だから1000人会を超えて、あの連合埼玉が共闘しています。で、昨年5月30日 の、 あの集会に私も呼ばれて話をしてきましたが、あのこのオール埼玉行動5月30日もそうですけれども、連合埼玉と再労連の事務局長が挨拶をするんですね、みんなの前で。で、さらにオール埼玉行動はあの弁護士会も共闘しているので、弁護士会の会長も集会に出てきて発言します。で、そして政党も、その共産社民だけじゃなく立憲民主国民令和の政党関係者も挨拶するって形で共闘が進んでるわけですけれども、で、しかし東京、神奈川、千葉はあのこういう都や県単位の恒常的な総分かり体制ができてないんですね。で、これはやはり特に労組の問題で、やはり労組の中で、あちらとは一緒にやりたくないっていう意識が強くて共闘ができてません。で、そういう意味であのこれはもう各地域の事情によって、共闘が進んでいるところと進んでないところがあるわけですけども、まあ、例えばだから、まあ、北海道や新潟、長野なんかも共闘が進んでるわけですけれども、まあ、一方で進んでないところもある。あるいは参議院であれば一人区はね、もうこれ野党を統一しなきゃいけないから、まあ、そういう場所はあの共闘が進むんですけれども、参議院でも複数区のところは政党間の調整はしないので、だからそういうところはもう本当に共闘が進んでないところが多いです。で、そういう意味では今後の課題はやはり都道府県単位でね、恒常的な総分かり体制を作っていかないと、やはりこう自民党には勝てないだろうというふうに思います。
で、関数字5のところがこの間の選挙の結果と課題ですね。ちょっとこれも時間がないので、大体読んでいただければ分かりますから飛ばしていきますけれども、まず2016年参議院選挙ですね。やはり課題として残っているのは1人区で一本化できたんだけども、まあ、本当に遅すぎたのと、あと複数区では基本的に共闘調整はしないんですね。だから関西などで立憲野党共倒れしちゃうわけです。で、17年はこれやはり希望の党ができて混乱しちゃったので、まあ、そういう中ではよく立憲民主は頑張ったと思います。この2の丸2の課題の結果的に改憲勢力が参議院でっていうのは、これは衆議院の間違いなので、直してほしいと思いますけれども、まあただ、かなり奮闘はしたとは思います。で、3の19年参議院選挙ですね、レジュメの9ページ目の方に入っていきますが、でここでやっと改憲勢力が3分2を超えなかったという、まあ、一定の成果を出していくんですけれども、ただ丸2の課題に書いたように、16年参議院選挙の課題がやはりきちんと、検討できてなかった。1人区の一本化が本当に遅かったのと、相変わらず複数区での候補者調整をしないんですよね。で、だからある意味この程度の結果になってしまったというふうに思います。で、4の昨年の衆議院選挙についてもそこにまとめた通りで、まあ、時間もありませんから、細かい書いたところはもう繰り返しませんが、4の丸2の課題のところですね。で、これも相変わらず候補者の一本化が遅いわけです。そしてちょっと点々点の右側書いてないところは、まあ、デリケートな問題なので、レジュメに書きませんでしたが、まあ、その部分ちょっと述べていきたいと思いますけれども、今回比例で立憲民主と共産党が、まあ、議席を減らしたわけですけれども、でやはりこれ、まあ、いろんな要因があると思いますけれども、まあ、立憲民主のやはりこう課題というか弱点は、自前の党組織をきちんとやはり作ってこなかったんですよね。で、党員制度の導入が非常に遅い。基本は国会議員の議員集団として出発して、下からできてきた政党ではないので、足腰が立憲民主は本当に弱すぎるんですね。だから党員を増やす、あるいは地方議員を増やしていくってことをまずやっていかないと、風頼みだけではダメだと思います。あとはやはり昨年の選挙だと結局枝野さんの意向で、小選挙区の候補者の一本化はギリギリでいいんだと考えたわけですけれども、やはりギリギリだと特に新人候補は知名度ありませんから、まあ、確かに東京はねかなり、検討はしたんですが、やはりこう全国的に候補者決定が遅すぎて、十分な成果を出せなかったと思います。で、一方で共産党についてはやはりこれは党の足腰が共産党もやはり弱ってきている結果だと思います。で、それはまあ高齢化が進んでますし、例えば80年代私学生だった頃は赤旗の日刊紙日曜版って、350万部ぐらい出てましたけども、で今両者合わせて100万部ぐらいなんですよね。だから共産党も足腰が弱ってきて、まあ、こういう結果になってるんだと思いますので、まあ、これやはりそれぞれ党員を増やすとか地方議員を増やすという努力は、まあ、各政党にやっていただければというふうに思います。で、今回あるいはこの選挙後、まあ、なかなかちょっとこう困る動きとして出てきたのが、まあ、連合の問題ですけれども、で、この選挙前の動きとしては連合東京がその衆議院選挙前に東京民報で、立憲民主と共産党の都のトップの対談を載せたことに、激怒しまして、でそれで党の役職者を呼んで、説明させるってことをやったんですけれども、で結局この怒りが収まらず、今回の衆議院選挙ではなんと連合東京は
その長妻さん、手塚さんを、推薦も支持も支援もしなかったんですね。これかなりひどいと思います。で、あるいはこの連合の総括の仕方も私問題があると思うのは、都議会議員選挙の総括文を読みますと、まあ、連合は、立憲民主、国民民主、都民ファーストの候補者を推薦などしてきたんですが、まあ、立憲民主が躍進したのに対して都民ファーストは議席を大幅に減らし、国民民主は1議席も取れなかったんですけれども、この都民ファーストと国民民主党の、議席を減らしたとか議席取れなかった総括はどういうものかというと、立憲民主党と共産党が共闘したからだっていうんですよね。普通考えたら都民ファーストと国民民主党に魅力がないから、減らしたり取れなかったと思うんですが、連合はそういう総括はしないわけです。で、そして神津会長の時から枝野さん、福山さん、あの2人を下ろしたがってたんですね。で、理由は共産党との共闘に前向きだからなんですけれども、で、それはやはり連合の中の、まあ、主流派といいますか、同盟系の労組の中には別にもう自民党政権でもいいという労組員が増えてきてるんですね。で、その結果具体的な動きとしては神津会長の後は相原事務局長になるだろうと言われていたんですが、これ出身母体の自動車総連が反対して、立候補させなかったんですね。で、トヨタ労組は愛知11区で、自分たちの候補を下ろしたんですね。この結果自民党が、まあ、当選するわけです。だから別に吉野さんに始まったわけじゃなくて、これまあ神津会長時代からそういう動きがある。で、だからもうトヨタ労組とか自動車総連あるいは電力なんかは別に自民党政権でもいいと考えてるだろうし、で、そういう意味でちょっと怖いのは今年参議院選挙がありますけれども、まあ、結果がまあどうなるかにもよるんですが、だから国民民主が自民党と連立を組んでね、でそれで賃上げなんかしてもらえばいいという発想が連合 の, その主流派というか同盟系の中にはあるんじゃないかと思うんですよね。で、そういう意味で私はやはり連合に組織されている労働者やあるいはその連合外の立場の人から、まあ、連合はやはり誰の味方なのかっていう批判をしていかなければいけないというふうに思います。で、そして、次にまとめたことですけれども、やはり自民党の強さは権力のうまみを知ってますから、大同団結ができるわけです。で、そして公明党もやはり、自民党と連立を組むことによって権力のうまみを知っちゃったから、だから簡単には連立は離脱しないわけですよね。だからある意味こう自民党より、すごいのが公明党であって、で、権力のうまみを知っちゃったから、だから、前々回の都議選で都民ファーストが躍進すると自民党と手を切って都民ファーストと協力関係に入ったりとか、大阪で維新の勢いがあるから住民投票の問題なんかで、で、維新と連携するんですよね。だから、昨年の衆議院選挙でも公明党と維新は協力関係にあるから、だから維新の方が公明党の候補者が出るところは立てないってことをやるんですね。で、あと先ほどちょっと言い忘れましたが、ちょっとさっき言った長妻さん手塚さんとの関係で言ってひどいのが、長妻さん手塚さんに対して推薦など全くしなかった一方、連合東京は、東京12区で公明党の岡本さんを支持したんですよね。だから与党の候補者を支持する、ことまでやるわけです。だからそういう意味で、だから多分まあ公明党っていうのは民主党政権が続いていたら民主党と連立を組んだんだろうと思いますけれども、まあ、すなわち公明党イコール創価学会ではありませんが、やはり創価学会は来世の利益より現世の利益が大事だと考えている宗教団体だと私は思ってますから、で、それで権力の側に入るという立場だと思うんですけども、そうするとこの自民公明の、協力関係ってなかなか断ち切ることができない、そういう意味ではやはり
それを超える強い運動を作っていかなければいけないというふうに思いますけれども、残念ながら今年の参議院選挙、今の状況だと相変わらず候補者の一本化が遅いし、どうも見てると複数区ではやはり調整しないような感じですよね。でそうするとこれで、参議院でねじれ現象なんか起こすのはかなりこう難しいと思います。で特に今年の参議院選挙が大事なのは、衆議院の解散がなければ2025年まで国政選挙なくなっちゃうんですよね。ということはこの参議院選挙が終わると、今維新は自民党と対決姿勢を取ってますけども、維新も自民党と連携する可能性があります。でそうするとこれも一気に改憲の道に進んでしまいますから、だから参議院選挙っていうのは政権選択の選挙ではないんですけれども、この参議院選挙でかなり立憲野党が票を取っていかないと2025年までね、もう何が起こるかわからないっていう意味で、皆さんのこの地域での取り組みも大変大事になってくると思います。まあ、最後終わりのところですけれども、まあ、とりあえずまあ4項目改憲狙っていますが、さらにその先に自民党は12年の全面改憲を狙っているので、最初のその4項目改憲から潰していかなければいけないと思います。そして、参議院選挙前の課題としては、やはりさすがに7月に選挙と一緒に国民投票は無理だとは思いますけれども、その後は本当にもう危ない状況であって、そういう中でやはり、改憲を発議させない取り組みが大事になってきます。でただこれについても国会の議席だけで悲観する必要がないのは、2016年17年の参議院衆議院選挙の後、衆参両院で改憲勢力3分の2を超えましたが、安倍政権の下でも、改憲の発議はできなかったんですね。それは改憲勢力が、国会で、発議をしたとしても国民投票で、勝てるという見込みがなかったからできなかったわけであって、だからそういう意味でもちろん国会、衆議院参議院選挙大事なんですけども、国会外での運動世論作りも、大変大事になってきます。でそういう点ではやはり私はもう、全国くまなくこの労組と市民と野党の共闘、これをやはりまず、作っていかなければいけないと思いますので、ぜひ国民の皆さんもまずはこの参議院選挙に向けて、こういう共闘を作っていただければと思います。じゃそれでは時間になりましたので、ちょっと不十分なところ時間の関係でありましたけれども、何かあれば質疑応答のところで補いたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。質問ある方、挙手をお願いします。はい、質問です。いろんなことが分かってとてもありがとうございました。質問はですね、最後の方のところで相変わらず遅い立憲野党候補者一本化のでここのところなんですけど、私たち市民連合としてどんなことができるのか、この一本化のためにということです。まあ、一人ずつ。ちょっとそれぞれの地域の事情もよくわからないので、どんなことができるかと言われても、早く一本化しなさいよと言うしかないと思うんですけども、基本的にちょっと枝野さんもかなり頑張ったと思うんですけども、やはり見てたらこの前の昨年の総選挙で、本気で政権交代を目指しているとは思えなかったですよね。だからやはり野党に対しては、皆さん本当に政権交代する気あるんですかと。でその自分たちの議席を増やしてそれで満足してるんじゃないですかってことはやはり言っていった方がいいと思うんですよね。特にさっき言ったように、今年の参議院選挙だったら25年まで国政選挙なくなっちゃうので、ここでかなり踏みとどまらないともうやりたい放題になってしまいますから、そういうことをやはり強く言ってもらうしかないと思いますけど。
すみません、今のお話に関連してなんですけども、なんか政権交代政権交代って言ったのが間違いだったっていう意見も結構内部からも聞こえてくるんですけど、どう思われますか？それはあの今日のレジュメの終わりの手前の、ね、課題のところで、書きましたけれども、その、まあ、対立分裂を繰り返してきたのが左翼リベラルであって、でやはり自民党は本当に、まあ、ある意味は節操がないんですけれども、権力取ることの重要性は分かってますから、まとまるのに対して、まあ、リベラルとか左翼は、まあ、ある意味、まあ、真面目なんでしょうけれども、考え方の違いで簡単に対立して分裂するんですよね。でそういう中で、自分たちがマイノリティだっていう自覚がちょっと足りないんじゃないかと思うんですけども、で少数派でも批判勢力としての存在価値はあるんですけども、しかし法律なんか通そうと思ったら、マイノリティでは法律通せるわけがないので、国会で過半数逃げらないと法律はできないんですよね。だからまあそういう意味で、やはりこうちょっとね、一部なんか見てると野党の中で、あの自分たちの議席を増やすだけ、あるいはその批判勢力として満足している人たちがいるような感じがしますけども、やはり自分たちのこうやりたいこと、法律を作ろうと思ったら多数派握らないといけないわけですから、それはやはり市民もあのこういう法律を作ってほしい、皆さんもぜひお願い しますという、まあ、こう熱意を、ね、ぶつけてほしいと思いますけど。じゃあ他の方、はい、ありがとうございます。あの今日とてもあの分かりやすい話でありがとうございました。あの僕はあの民主主義の中で多数決が正義っていうことで推し進めて いっちゃうことで、あの民主主義に対してこうちょっとこう不安なっていうか、あの本当に信頼していいのかっていうのをと思ってたんですけど、今日の話で大変あのすっきりしてよかったです。で先生の話の中でですね、一つあの気になったのが、あのフルスペックの戦闘、自衛隊のこれがあの今まであまりそういったイメージがなかったもんだから、あの僕もあのちょっとイメージができなくって、あの徴兵制ということでやっぱりね、この会見をしちゃうとそういうことにも行きますよということを僕も話の中でこうしてきたもんだから、それは違うんだということのご指摘がよく分かったんですが、そのじゃあ実際にそれでこのその会見した後 の問題として、自衛隊がどうなるかといった時にフルスペック の、というそういうところが具体的にどういうことなのかというのはもう少し知りたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと桜的な質問なんですけど、レジュメの5ページ、で、自民党の4項目改憲案の条文案、で、今度の、9条に自衛隊を書き込むということは何も変わらないんだ、意見を、のままの自衛隊は気の毒だから書き込もうというような続論に対して、この、必要な自衛の措置を取ることを妨げずというところがね、すごくあの、まあ、焦点だと思うんですけど、このところ少し敷衍して、どういうこの必要な自衛の措置を取ることを妨げずっていうのは、全国の規定に関わらずね、9条1項2項に関わらず、必要な自衛の措置を取ることを妨げず、うんぬんと、このところちょっと敷衍してご説明を、今の人との関係で、ご説明をお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。2015年の戦争法、いわゆる安保法制は限定的な集団的自衛権行使しか認めていなくて、それは日本が集団的自衛権行使ができるといっても、2つの歯止めがあって、1つは日本と密接な関係にある他国に対する攻撃があった場合と、
だから密接な関係のある他国でなければいけないのと、その結果いわゆる存立危機事態ですね、国民の権利自由が根底から脅かされるような場合に限って集団的自衛権行使ができますよと。ただこれも表現が曖昧だから拡大解釈はかなり可能にはなってきますけども、一応そういう形で歯止めがかかってきたんですが、この自民党の改憲案だとそういう15年戦争法のような限定はしてませんから、だからいわゆる、単なる集団的自衛権行使ですよね、もう何でもできてしまう、だから一応今日本は条約としては日米安保条約ですけれども、だから今後 NATO みたいないろんな国とそういう軍事同盟作っていけば、簡単にもう集団的自衛権行使できるという状態になってしまう、という点でやはり問題があると思います。で、2012年のちょっと私のレジュメと今日配られているレジュメのページ数がちょっと違うのでちょっとすぐ見つからないんですが、レジュメで言いますと4ページ目のところに ① で、自民党の全面的な改憲案2つ2005年と2012年のものを出しました。でこの2012年の時の改憲案9条の2項が全項の規定は自衛権の発動を妨げるものではないとしていて、先ほどから報道で説明しましたけども、これ単に自衛権としか書いてないんですね。でしかしこの改憲案を説明する自民党の Q&A ではこの自衛権というのは個別的自衛権と集団的自衛権両方ですよという説明しているので、この自衛権の中に全く何の限定もしない集団的自衛権が入ってくるんですね。まず12年の改憲案は。で今回の18年のこの4項目改憲案の方ですけれども、でここでは、レジュメの5ページ目の3-1に条文を挙げましたが、必要な自衛の措置となっていて自衛権とは書いてないんですが、ただ自民党の憲法改正推進本部で議論している時のその資料には必要な自衛措置かっこ自衛権と書いてあるんですね。だからはっきり自衛権とはしてないんだけども、この必要な自衛の措置で自民党としてはこれ自衛権だという意味で使っていて、さっき言ったように自民党が単に自衛権という場合には集団的自衛権も入ってくるということになります。あとは今の、自衛隊についてはその必要最小限度の実力行使をするという形で歯止めをかけてるんですが、この文言だと必要な自衛の措置であって必要最小限度ではないんですよね。だから必要と考えれば最小限でなくてもいろんな活動ができますよということになるわけであって、でそういう意味で従来のやはり政府解釈とは全く、違うのがこの18年の改憲案、15年の戦争法も超えるような、もう歯止めのない集団的自衛権行使ができるという、改憲案になっているということで、なかなかその一般の人にこの危険性を伝えるのは難しいかもしれませんが、やはりこうアフガン戦争やイラク戦争の時に、米軍に対してイギリス軍が一緒に戦ったわけですけども、今後は日本もああいう戦争が起きたら、アメリカと一緒に戦うような自衛隊になっていくんですよということをこの条文から言っていかなければいけないのかなというふうには思います。以上です。本日はどうもありがとうございます。条文のところにはもう何でも国または国民国民系言葉が出てくるのですが、これはちょっと気になってるのですが、外国人にはどのように適用されるのかっていうのをちょっと伺いたいと思います。
まあ、憲法学ではね、この国民という言葉についての議論がずっとあるし、あと市民運動やる人からすれば、これ国民と表現することによって外国人が入ってないじゃないかという議論がありますけれども、GHQ が憲法の改正案を作った時の表現は people なので、文字通り訳せばやはり人民とか民衆などの意味になると思うんですが、日本政府の方があえて国民と訳したんですね。で、当然その場合の意図は外国人を、除外したかったわけですけれども、でただ戦後の、まあ、憲法学の積み重ねの中で、確かに日本国憲法では国民という表現を使っていますけれども、で第3章のタイトルも国民の権利及び義務となっていて、じゃあ外国人は憲法の権利自由は保障されないのかというふうに考えられそうですが、でこれについては外国人について、確かにまあ憲法10条、そして国籍法もあるので国民といった場合には日本国籍を有するものになるわけですけれども、憲法の権利自由については外国人に対しても一部の例外を除いて適用されるというふうに考えております、憲法学では。で直接外国人にそのまま適用されないのは、参政権とか、あと入国の自由、そして社会権、ただ社会権についても実際にはかなりこう柔軟に日本でも働いている人たちに対しては一定の要件を満たせば社会権も保障されるので、だからまだハードル高いのはやはり参政権と入国の自由ですけども、それ以外は表現の自由にしたって、信教の自由にしたって、日本国憲法上当然外国人にも保障される、というふうに考えてきてますから、まあ、そういう解釈からすればこの国民の中に、まあ、日本に関係する外国人も入れて考えるかもしれませんが、ちょっとまあ自民党の考えだから、それ以降の話はちょっと分かりませんけど、除外してるかもしれませんけれども、まあ、憲法学の国民についての考え方は以上になります。次の方、挙手をお願いします。ですね、ちょっと私の立場は、まあ、仕事的な理解かもしれませんけれども、自衛隊は、まあ、基本的には違憲だろうと。だけども現実問題として個別的自衛権のためを行使するための自衛隊は必要ではないかなというふうに思っておるんですね。それに対して先生は先ほどは軍隊のない国家を目指すべきだというふうにおっしゃったと思いますけれども、そうしますと個別的自衛権を行使するための自衛隊そのものを今の現状も否定されているのかどうかということと、もし本当に軍隊のない国家になった場合、軍隊のない場合ですね、じゃあ米軍はどうなるのかなと今日本に思いますけど、で一番現実的に問題になるのは多分中国は尖閣諸島あたりを多分取りに来るだろうと思うんですよね。それあたりにどう考えておられるのかちょっと、話伺えればと思いますが、私の立場は憲法の観点から、まあ、自衛隊は違憲と考えておりますので、その個別的自衛権を行使するということに限定する自衛隊であっても、私はやはりこう自衛隊実態からすると軍隊と考えますから、憲法違反の存在であって、で、まあ、自衛隊の改装をすべきだというふうな立場に立っております。その改装の場合にはやはり、まあ、災害救助を含めた、あるいはその、まあ、海上自衛隊の部分については海上保安庁の方に統合するとかいう形で改装していくべきだというふうに考えてますし、で、基本的には日本に、まあ、自衛隊などの軍事組織がなくても、どこかの国が、ね、突然攻めてくるということは考えがたいので、私は不要という立場ですけれども、で仮に、まあ自衛隊がなくなってもそれでいきなり中国が尖閣、来るかといえば、私はなんかそういうこともあまり想定できないと思いますし、まあ、仮に、まあ、尖閣に中国軍が上陸なんかした場合には、これはやはり国連憲章も、紛争の平和的解決を原則としているわけですから、軍事力によらないで、国連の場その他で話し合いで、解決していくしかないというふうに思います。
ただまあ米軍との関係はやはり難しいと思いますけれども、まあ、自衛隊をなくすというような政権が日本で誕生した場合は、まあ、当然アメリカは抵抗するでしょうから、政権を倒すようないろんなこう策動をしてくるでしょうし、まあ、米軍が直接なんか動くということはないとしても、簡単にその米軍が日本から出ていくような状況にはならないと思うので、これはやはり国民世論をこうなんですかね、バックにつけないとそう簡単ではないとは思いますけども、ただフィリピンなども米軍の撤退なんかやっておりますから全く不可能ではないと思いますが、かなり時間がかかるだろうというふうには思います。以上です。感想が一つ、それから質問、今と関連するんですけど、まずあの質問をですね、今の先生のね、考えはイコール、非武装中立論ということでよろしいでしょうか。実は私もそれを、まあ望んでいるものの一人なんですけども、なかなかそういうふうに言うとですね、非現実性だということでもって否定される場面が多いんで、それは質問の一つです。だから感想なんですけども、今日先生がおっしゃられたね、いわゆる労働運動が大事なんだということを、実は私今年の一つの目標としてですね、これまで市民運動には関わったんですけれども、労働運動にはほとんど関わってこなかったということがあって、で、まあ、1月8日のですね、朝日新聞に、賃金破壊、労働運動を犯罪する国ということで、竹信さんという方がですね、本を書かれているということと、それからあと今野春樹さんの、労働運動の系譜学というのにちょっと興味を持ちましてですね、その本を買い求めたんですね。ということで、やはり先ほど言った同盟系のですね、労働運動が権力とも一体化するということが間近じゃないかというような先生のご発言に、非常に私自身としてはですね、心強く感じました。質問を先ほどの質問を回答できればお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。私は非武装中立の立場で、日本に別に軍隊、自衛隊がなくてもやっていけるというふうに考えています。で、やはり労働運動、まあ、せっかくね、憲法28条で労働基本権認められているのに、これ行使してきてないのが日本の状況 で、昨年の組合組織率が一昨年よりさらに下がって 16.9% なんですよね。で、労働者10人いたら1人から2人しか組合に組織されてない。組織されてる組合の中心が連合だから、これかなりちょっと重症だと思うんですけども、まあ、それはさておき、やはり労働者は組合を作らないと使用者と対抗できないわけであって、で、私は全日工では3年目に組合の書記長をやりましたし、日体大では赴任してすぐに執行委員になりましたけども、やはり教職員組合の活動をしてて感じるのは、例えば日体大でも本当に組合がなかったら教職員の労働条件って本当に守られないですよね。理事会の方がもうやりたい放題やってしまうので、まあ、本当に組合がある職場でよかったなと思いますし、で、私も組合の仕事をやりますけれども、で、なかなかでも実際に社会にいると、その8割以上の人がね、組合に入ってない中で、その組合と接することがないから組合の重要性もなかなか認識されてはいないと思うんですが、まあ、なんとかこれね、各地で組合組織率を高めてほしいなと思うんですよね。で、それは私自身は院生の頃、スウェーデンの研究をしまして、で、スウェーデンは組合組織率当時だと8割ぐらい で、今ちょっともう7割切るぐらいな状況なんですけども、ただそれでも、それだけ組合組織しているので、戦前から社会民主労働党が政権を取ることができるんですよね。保守政権と、まあ、政権交代繰り返しますけれども、政権交代、政権を取ることができる。で、やはりヨーロッパを見た場合は、まあ、ドイツ、フランス含めて必ずしも組合組織率は高くはないですけども、組合入ってない人にも、組合と使用者が協定を結ぶとその協定が適用されるので、
組合の存在感が非常に大きいのがヨーロッパの国々で、まあ、だからイギリスの労働党やフランス社会党、ドイツの社民党などが組合労働者の支持を受けて政権を取ることができるわけですよね。やはり労働者などの支持を受けた、政党が政権を取ると、イギリスでさえ医療費は未だに新自由主義改革進んだってまだ無償化が続いてますし、で大学の状況はねだいぶ変わってきましたけども、それでもまだヨーロッパの国々では国立大学は無償だったり、学費があっても非常に安いわけであって、でやっぱりそういうことが実現するわけですよね。でそういう意味で、まあ、授業でも当然そういう特にヨーロッパの状況を学生なんかに説明するんですけども、やはり日本でも組合労働者が弱すぎるんでね、その支持を受けた政党が政権取れなくて、教育も福祉も医療もこれだけひどい状況なわけですから、やはりこれを地道に時間はかかるでしょうけども、単に選挙で、立憲野党が勝っていくだけじゃなく、やはりまずは組合を強化していくということも同時に必要だろうというふうには思っています。以上です。次の、埼玉県三好市から来ました土田と申します。今日は野党共闘の話大変示唆に飛んで勉強になりました。ありがとうございました。選挙の立憲野党の敗北なんですけれども、最大の原因は投票率が低すぎたということだと思うんですね。で無党派層が一番多いんですけれども、無党派層の6割は非自民に投票する傾向があるというような分析があるようでして、なんとしても投票率を上げないことには立憲野党の勝ち目はないだろうと思うんです。ですので今度の参議院選挙もですね、なんとかその投票率を上げるように野党および総掛かり行動もですね、市民連合も投票率を上げるということを明確に目標にした方がいいだろうと思うんですね。でそれと同時に野党と勘違いして維新に投票してしまう有権者もいますので、維新がいかに嘘の政党、フェイクの政党であるかということを、これも徹底的に暴いていく必要もあるだろうと思うんです。その辺のお考え、ちょっとお聞かせいただけますでしょうか。まあ、投票率が、ね、本当に低い、ということはその通りで、確かに今回、市民連合をはじめ選挙に行こうという運動はそれなりにやっていたと思うんですが、やはり多くの有権者に届かなくて、55% 程度の大変低い結果になったと思います。で2009年の民主党政権が誕生した時はこれ、ね、かなり投票率が、60% の後半ぐらいまで上がってあるいは実現したわけで、やはり投票率上げていくという取り組みも必要だと思いますし、あとは単にその立憲野党が負けたことは投票率の問題だけじゃなく、やはり小選挙区制、の問題もあるので、これは今の小選挙区制のことで政権まず交代しないと選挙制度も変わりませんけれども、同時にこの小選挙区制が民意をきちんと反映しない、その4割程度の得票率で7割とか8割小選挙区で議席取れちゃうっていうのが問題なわけですから、これも同時に問題点指摘続けていかなければいけないと思います。で維新についてはいろんな問題があると思うんですが、ちょっと先ほどのところ講演のところでは、触れませんでしたけれども、確かに、結構いい加減なこともやってるわけですが、一方で今回 の総選挙の、まあ、総括市民団体市民の方がやるときに、その2012年の、衆議院選挙のときには維新は50議席以上取ったわけであって、それに比べたら今回あまり取ってないんだということを言う人いますけれども、ただ維新はやはり私はこの間着実に大阪を中心に地方議員と地方自治体の首長を増やしてきてるんですよね。でそれで、大阪では確かに新自由主義的な改革をやってますけれども、まあ、私立高校の無償化だとか学校給食の導入だとか、その単にその経営者が喜ぶような政策だけじゃなく、庶民対策もやってるわけですよね。これは一定の支持はされてるわけであって、だからちょっと維
事については簡単にはそのフェイクだとかインチキだとかいう批判はしたくないと言いますか、それなりに実績は積んできてるんですよね。だからあれをやはり立憲民主なんかがちゃんと学んでほしいというか、やはり特に立憲民主はさっき言ったように議員集団で風頼みですから、そうじゃなくてまず地方議員を増やすってことをねちゃんとやってほしいし、で維新みたいに首長まで取れればかなりその宣伝効果もあるんだから、そういう積み重ねを地道にやはり立憲野党の皆さんにはやってほしいという点では、あの維新については単にこう批判するだけじゃなく、あそこをやってきたその政治もある程度こう参考にはしなければいけないんじゃないかなというふうには思っています。以上です。じゃあ次の方。はい、はい、ありがとうございました。大変わかりやすい話で、あの台湾有事は日本有事ということで、今敵基地攻撃能力も検討課題だと、いうことになってますけども、そうするとそれはこの2018年の自民党改憲案、の拡大解釈の範囲の中で収まることになるんでしょうか、それともまた別の、その案が出さないとできないことなのでしょうか。以上です。安倍とか麻生さんなんかはその台湾有事に対しても日本有事だということで、まずその改憲が実現する前からですね、その15年戦争法発動できるんだっていう立場に立っているようですけれども、ただ日本は中国との国交回復に際して一つの中国という立場に立っているわけですから、その台湾有事という概念は普通成り立たないはずなんですよね。でそういう意味でその従来の日本政府が取ってきたその一つの中国という、これは中国との間でそういう共同声明を出してきているわけですから、その矛盾があるわけであって、台湾有事は日本有事と捉えて日本が軍事介入できるってことは、これは普通考えたら私はありえないと思いますし、それはすべきじゃない、というふうには思っております。以上です。それについての どの部分の話をすればいいんですか。どういう話を、どういう話、具体的に、相手もまだ具体的な話になっていないと思うんですけれども、あの相手が攻撃をするということを認定しないとダメなんでしょうか。自衛ということでいくと、敵基地攻撃論については、あの今日はちょっとやってませんけども、これも話すと長くなるんですが、あの1956年、国会の政府答弁で最初出てきたんですけども、その時の議論は、どっかの国があのミサイルなどを発射した場合に、その発射が先にされた後にそのミサイルの発射基地を日本が攻撃できますよと、いう政府答弁を56年にやったんですよね。でただ59年の政府の答弁は少し修正をして、法理上はそれ可能なんだけども、憲法9条その他現実政策から考えると日本は政策的にそういう敵地攻撃はできないとしたのが59年の政府の答弁で、それがずっと維持されてきたんですが、一昨年のあのイギリス・アシュア配備計画停止後ですね、でこの後に、安倍首相が突然敵地攻撃論を始めたようなイメージがあるかもしれませんが、自民党自体は2000年代からその50年代の議論を変えて引き続き検討や議論を続けてきたんですね。で2000年代に入るとあの国会答弁で政府側が何を言ってきたかというと、50年代の議論は相手がまず、ミサイルを発射した後に日本がその基地を攻撃できるという議論だったはずなのに、2000年代以降の政府の答弁は、相手国がミサイルに燃料を注入したりミサイルを起立した段階でその基地を攻撃できるんだという議論をしたり、あるいは2010年代に入ると敵基地攻撃ではなくて
相手領域内に対する攻撃も可能だというふうに議論が変わってきたんですね。だから今の自民党の議論は50年代の議論と違って、で相手が攻撃する前に日本が攻撃しちゃう、しかもその発射基地じゃなくて相手領域内に攻撃できるという全面戦争を先制的にやっちゃうというふうに議論が変わってきてるというのが今の議論 で、これまあどういうところで自民党が最終的なその到達点、結論を出すのか分かりませんけれども、まあ、そういう意味では当然その相手が攻撃する前に日本を攻撃するというのは先制攻撃であって、これは国連憲章も認めてませんからやってはいけませんし、で相手領域内に対する攻撃もこれ全面戦争になっちゃうので、それも許されないし、当然海外派兵の 禁止にも抵触 しますから、選手合意にも反するということで私たちは批判しなければいけないと思いますけれども、で今すぐに日本はまだ能力が十分ありませんから、その台湾有事と朝鮮とか中国に対してすぐにはできないと思います。でこれは昨年度以降の予算で、そのヘリ空母を、その空母に改修するとか、そのミサイルの射程を伸ばすとか、あるいはそのヘリ空母というか出雲型空母に離発着できるような F-35B 戦闘機を、購入するとか、そういう予算を組んできているので、これが揃えば日本も体制が整ってやる可能性があると思いますけども、今すぐには無理だと思いますが、この間の予算を見てると実際に敵地攻撃可能な体制を着々作っていると思いますから、それはやはり従来の専守防衛や海外派への禁止という従来の政府答弁からしても許されないはずだという批判をしていかなければいけないというふうに思っています。以上です。次の方。今の台湾のことに関してなんですけれども、先生の お書きになられましたクエスチョン27の中国は恐るに足りないっていう理解でよろしいでしょうか、この文章の内容は。中国とか、中国がね、アメリカとか日本と全面戦争を普通するとは思えないですよね、はい、ないし、ないっていうか米中日中で経済的に輸出量の関係がしっかりあるわけで、日本のいろんな企業だって中国に拠点を持って生産活動してますし、あと販売の市場になってるわけですよね、まあ、そういう状況の中でやはり特に財界を中心に中国と正面から戦争をしたいと考えている人はいないし、私はありえないとは思いますが、ただし、まあ、南シナ海含めてアメリカと中国の間などで小競り合いは起きるかもしれないけれども、全面戦争はないというふうに私は考えております。それについてですが、昨年度ですが、はい、あまりお時間ないので、はい、昨年 のアメリカ国務省の発表で香港の件がありましたね。で今北京オリンピックで中国ちょっとおとなしいんですけれども、米国国務省はこれから6年以内に台湾問題が生じるというように発表されてるんですけれども、台湾とアメリカは軍事協定があるんですね。だけれども台湾に飛行機の発着ができなくって、じゃあアメリカ軍はどこから発着するかって言ったら沖縄になっちゃうわけです。で中国が台湾に攻撃を仕掛けてきたらアメリカは台湾を助けなきゃいけない。でそれの飛行機やら船やらは沖縄に来るといったら、必然的に日本は巻き込まれることになるんじゃないかなって私は思うんですが、先生その辺どうお考えでしょうか。そういうアメリカと中国との関係の小競りについて日本は巻き込まれる可能性はあると思います。でこれに対してはやはり私はそもそも日米安保条約がもう問題で、在日米軍が日本にいること自体が問題なので、特に日本政府はまあ、今の自民党政府はそうじゃないかと思いますけれども、やはりさっきも言ったように国連憲章は紛争の平和的解決が原則としているわけですから、やはり日本が取るべき立場はアメリカと中国との間で軍事的な紛争解決という方法は取るべきじゃないという形で、
日本はアメリカに対して、発言しなきゃいけないし、その第一米軍基地、使わない、などの要求を出さなければいけないというふうには思ってますけれど。まだまだ質問ありかと思いますけれども、ちょっとお時間になりましたので、ここで質疑応答は打ち切りさせていただきます。清水さん、お会場ありがとうございました。国分寺共同代表の増田から終わりの挨拶をしたいと思います。皆さんどうもご苦労様でした。今日の会は市民連合あって国分寺と国分寺9条の会の共催になっておりますので、今私はここでは9条の会の事務局のメンバーということで発言させていただきます。もう中身のことについては一切触れません。大変詳しいレジュメがあって刺激的な話をいっぱいいただいたので、それをぜひね、またレジュメを読み返したりしながら、それから後ろでもって NPGA の方と IWGA の方が記録を取っておられて、多分今日の夜あたりから録画中継を見ることができると思いますので、それを見たりしながら中身を、復習っていうといかにも教師っぽいところですけど、復習していただいたりしながら中身を深めていただければと思います。で、終わりにあたって入り口のところで憲法改悪に反対する新しい新学全国新学者の署名を並べておりますし、この場でしていただきたいものですけれど、ぜひ持ち帰ってたくさん集めていただければありがたいと思います。でたくさん私自身も感想があるんですけど、言い出すと経緯がありませんから、本当に今日は分かりやすくて貴重なお話をたくさんいただきましてありがとうございました。